で、基本的にお支払いですね。ジュッと、ジュッジュッと。どん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 。今日はちょっと家からなんですけどもね、今日はですね、ヘルメットのね、内装をひっぺがしてね、今日は洗ってしまおうと、外した内装はこれですね。ヘッドライナーにチンカーテンか、チンカーテンに、でこれが横のやつですね、サイドのやつで、これがなんか一番汚いって言われるこの顎のとこのストラップですね。もうちょっとね、洗っていきたいと思います。落ちる落ちる落ちた落ちた落ちた、よいしょ、はい、よいしょ。使うのはこれですね、ジェルボール。本当はヘルメット専用の洗剤がね、デイトナから出てるんですけども、家庭用洗剤でも代用が効くっていうことで、で、これでチェン、基本的にお支払いですね。洗った時ないからね、ぜひ洗ってみてください。結構これ落ちますね。1年間使っただけでも、水ですすいで、で手で絞っていました。だいぶいい匂いがします。乾かして5時間くらいですかね。お、やっとか全部乾いてきてるので、これから踏みつけていきたいと思います。シールドも洗ってきましたね。このシールドはですね、これは家庭用のね、中性洗剤、食器洗うやつで洗えるんですね。普通にそのヘルメットと一式全部ありましたね。だいぶ洗剤のいい匂いがしますね。はい、皆さん、ヘルメット一度も洗ってない方いましたらね、洗ってみてください。びっくりします。黒い液体がね、流れ込んで。はい、このチャンネルをご覧になって皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。 Tonight.